とこの列車とお隣の四国真ん中千年物語が同時に発車をいたします。皆様うちわをご用意していただき、お手振りのご準備をお願いいたします。ご協力をお願いいたします。発車いたします。
ります。高瀬駅では約3分ほど電車をいたします。10時34分の発車です。なお内側の普通列車が到着次第の発車となります。発車前には添乗員から発車しますと合図をしますので車内へお乗りください。なおこの列車のドアは全て半自動となっております。車外へ降りの際はドア横の開けるのボタンを押してドアを開けください。ドア横の階のボタンを押してドアをお開けください。ようやく高瀬に止まります。右側のドアが開きます。右側のお客様ご注意ください。右側のドアが開きます。出発は10時34分の発車です。なお一概の普通列車が到着次第すぐの発車となります。ご注意ください。高瀬に止まります。
します。まもなくしますと、本山駅を通過いたします。本山駅は高速分岐のポイント駅です。高速分岐のポイントを通過してまいります。その後すぐ、近くの西日本道路にて、お伝えいたしました最大の橋梁を渡ってまいります。本日は、車体運転のため、スピードを落として通過をします。
4分ほど停車をいたします。お手洗いご利用のお客様はどうぞご利用ください。なお、この次の箕浦駅でも6分ほど止まります。お手洗いは豊浜箕浦でご使用ください。豊浜駅では10時52分の発車まで約4分ほど止まります。なお、行き違いの列車が到着次第の発車となります。発車の際には添乗員から放送マイクにてご案内をいたしますのでご協力お願いいたします。まもなく豊浜に停まります。お出口は進行方向左側とドアが開きます。降りの際にはドア横の開けるのボタンを押してドアを開けください。降りの際にはドア横の階のボタンを開けてお降りください。まもなく豊浜に停まります。
美濃浦に停車をいたします。美濃浦駅の発車の時刻は11時3分約5分ほど停車をいたします。なお発車は行き違いの上り特急列車の潮風号が通過しましたらすぐの発車です。上りの特急列車が通過後すぐの発車となりますのでご注意ください。進行方向左側のドアが開きます。お降りの際にはドアをこのボタンを押してドアをお開けください。美濃浦駅到着です。でまたお手洗いご使用のお客様は列車のトイレの上りをください。美濃浦到着です。